近鉄3000系電車とは、近畿日本鉄道が1979年から2012年まで保有していた一般車両である。近鉄における省エネルギー車両の試作車であり、同社唯一のオールステンレス車両である。製造当時具体的な案件としてあった、京都市交通局カラスマ線との直通運転に対応すべく。 様々な試作要素を盛り込んで1979年に近畿車両で製造された。当時はバッド車の特許の関係で日本国内では東急車両製造以外のメーカーではオールステンレスカーの製造は不可能であったが近畿車両では東急車両製造とは異なる方法を採用することによってオールステンレスカーの製造を行った。そのため東急車両製造以外の手による オールステンレスカーは日本国有鉄道が1985年に 205K で採用するまでは本系列が日本国内で唯一の存在であった。本系列は以下の各形式より構成される。これらを組み合わせて4両編成を蘇生し、必要に応じく3500にを切り離すことで製造当時に京都線、柏原線、 天理線の一部の運用に存在していた3両編成での運用ニーズに対応可能としている。なお、上述の通り本系列は試作車であったため、4両、1編成のみが製造されている。電算記号は SC01。基本的な構え対寸法は当時なら、京都線向けに量産中の8600系工機、製造グループの設計を基本とし、これの材質を ステンレス鋼で置き換えたものとなる。ただし、材質的に、硬く、曲げ加工の難しいステンレスの特性から、つまはごくわずかに交代角のついた三面折りつま構造の、切りつまに近い形状とされ、屋根剣部の曲率と、側板用部の絞りも、極力単純かつ強度確保が容易な形状に変更されている。このため、外観は、丸い前小刀に角張った車体という組み合わせから、 1968年に、竣工した8000系アルミニウム合金車体試作車で、ある8069回に近い印象を与え、さらに8810系以降の拡大断面にも、通じる形状となっている。外板は、側面腰板と膜板に、コルゲート加工を施した薄板を使用することで、軽量化を図っており、外装は、基本的に、無塗装である。ただし、 当時の北総開発鉄道7000型より採用が始まった着色フィルムが前面や側面窓周辺の平板部に重複され無機的な印象を緩和する配慮が行われている。しかし後に汚れた、さえの補修がやりにくいとの理由でマルーン塗装に改められている。内装や空調などは同時期製造の8600系に準じているが運転台コンソールは 電気指令式ブレーキの採用で空気配管が撤廃されるなど大幅に機器構成が変更されたこともありデスクタイプとなり横軸にハンドル式が採用されている。車体長は他の近鉄通勤車と同じ2万ミリメートルであるが全長は京都市営地下鉄カラスマ線への乗り入れを検討していた関係から 京都市交通局重軽電車と同じ2万5 0 0、mm、ミリメートルと近鉄一般車の標準の 2720mm よりもやや短い。京都市との乗り入れ協定において低発熱の車両を運行することが取り決められたため、主回路制御には近鉄で唯一の採用例となった三菱電機 CFM-228 から15。 RDH 電気子直波制御装置がも3001に搭載された。これは三菱電気製の逆待電圧 2500V 級逆動通サイリスタを二重に小接続として主回路を構成するもので合成周波数は 482Hz である。ただし主回路や素子、それに主電動機の特性からそのままでは中高速域の走行特性が要求に満たなかったため 立候時に弱め開示率35.45%の2段階、弱め開示制御を併用し、かつ、ノッチ最終段では、主回路の直波と主平滑リアクトルを短絡して、内部抵抗を除去することで電動機の性能を最大限に発揮する構成となっている。当時、すでに各社で電気子直波車の実用的な採用が始まっていた。しかし電気子直波制御は、 そして製造のぶとまりが低かったこともあり、製造コストが高く、量産による制御装置の廉価な供給も期待できないという認識もあった。また、この方式を採用することで得られる最大のメリットの一つである回生ブレーキについても、制動時に主回路で小圧直波回路を構成する関係で、特に高速一気からの回生制動時に発生電圧が河川電圧を上回って、 改正執行が発生しやすいという問題があった。しかも、主回路から漏えいする誘導電流による信号関係の誘導障害の問題もあり、運用に対してかなりの事前検討を要した。本系列が製造された1970年代後半の日本の各鉄道会社では、電気市直波制御方式は最高速度が低く、高密度かつ高価減速運転を実施する。 地下鉄などには発熱の少なさを含め公的であるが高速運転を行う郊外電車には必ずしも適さない方式であるという認識が持たれるようになっており近鉄でも地下鉄のり入れ用試作者として全線区への展開を含めその特性を見極める意図で本方式を試験採用したものであったもっとも本系列での長期運用試験の結果は 必ずしも思わしいものではなく、費用対効果の観点から、電気子直波制御方式の本格採用は見送られた。以後、近鉄では、VVVF 制御方式の実用化まで、高速運転に公的でかつ製造、改造コストも低廉な境地直波制御方式や、境地位相制御方式の採用が進んだ。常実の制御機の特性から、在来車の主電動機として採用されてきた。 三菱電機メガバイトマイナス 3064AC はそのまま使用できないため、新規に三菱電機でメガバイトマイナス 3240A 直流直巻性粒子電動機が設計された。この電動機は、以後、電気支直波車を近鉄標準機前線区へ展開することを想定して設計されており、幅広い速度域に対応する必要があったことと、 大阪線桜井伊藤でのそもそも速制度乗用も考慮して、端子電圧 340V 時1時間定格出力 165kW と従来よりも 20kW 出力アップが図られている。駆動装置は WN ドライブ、波数比は17、84である。当時近鉄で一般に採用されていた、車体直結式台やフラム型空気バネ台車である、近畿車両。 KD-84.84A をそれぞれ装着する。これは3万系特急車用の KD-83 系を基本とするが、積空比の大きな通勤電車用として、乗客の高にかかわらず、床面高さを一定に保ち、また乗り心地の改善を図ることを目的として、空気バネの大直径化を行ったものである。近鉄では初採用となる。 全電気指令式空気ブレーキである三菱電気 MBS-2R を採用した。これは3本の指令線で7段階に直通ブレーキ弁の圧力制御を行うもので、1967年の大阪市交通局7000.800型を講師として各社で採用が進んでいたものである。近鉄の場合、各編成の機動的な増解決運用を 実施している関係で従来車で採用していた HSC 電磁直通ブレーキとの互換性のない、この種の新システムの導入が難しく、他社に大きく遅れての初採用となった。なお、改正制動時には演算を行い、ブレーキ力の不足分をこの空気ブレーキで補足する機能も搭載されている HSC 電磁直通ブレーキ化と4両固定編成化と、 運転台撤去車か運転台撤去後ブレーキには在来車と互換性がなく運用面で不都合が多かったため手戻りではあるが1991年に HSC 電磁直通ブレーキ化が行われ運転台が8600系と同様の構成の設定が他の奈良線区車両に合わせて進めた持ち式に変更され4両固定編成化されたこれにより 在来車との連結も可能となった。この際、も3000型も3000には、運転台撤去者化されたが、ステンレス構成のため、8400系も8450型も8459や8600、軽さ8150型さ8167と、異なり、改造が難しく、撤去された、運転台部分の全消灯、微灯や乗務員室扉など外見はそのまま残地。 された。車体更新2002年に、車体側面の方向膜設置と内装材の交換を中心とする車体更新が行われた際、撤去された運転台部分にそのまま残地された前照灯微灯が撤去されたが、乗務員室扉はそのまま残地され、その部分の座席延長と、車体連結部の転落防止ホロ設置と座席のモケット交換と、 連結側車端部の車椅子スペース整備は廃車まで行われていない。電気市直波の誘導障害試験や他の車両とは異なる運転台であったため、修熟運転を行うなどの各種試験の後、1979年3月より営業運転が開始された。本系列の運用実績は概ね良好であったが、当初の開発目的である京都市営地下鉄、カラスマ線への乗り入れは、 同線の京都駅武田駅間開業が用地取得の難航などの事情から当初計画から大きく遅れたため本系列の進行からおよそ10年後の1988年6月にようやく実現した。この間三照交流誘導電動機を使用する VVVF 制御が電車の制御システムとして実用段階に入っており また近鉄では車体についても大型押し出し型材によるアルミ合金製車体が標準採用されるようになっていたため本系列で採用された直流性粒子電動機の電気子直波制御やオールステンレス車体を乗り入れ用新造車でそのまま踏襲する必要性は事実上解無となっていたこのため京都市営地下鉄カラスマ線竹田延伸開業に伴う相互乗り入れの 開始に際しては、京都市公社と取り扱いを極力共通化すべく、配慮して設計された、アルミ合金製車体を備えた、VVVF 制御車である3200系が、新造投入された。本系列については、ATG の車上装置を搭載しないなどの保安機器の、使用の相違などから、京都市営地下鉄、カラスマ線への乗り入れが必ず、晩年まで主に、京都線、柏原線、 天理線の前線と奈良線山と最大寺駅、近鉄奈良駅間の普通列車で運用され、京都線系等の急行、準急運用に入る場合は、一部運用を除き、奈良線所属の二両編成車を連結して六両編成で運行された。奈良線のイコマ越えに必要な電気制度は、他の奈良線区所属者同様に標準装備されていたが、 電気市直覇車運行に際して必要とされる沿線地上設備の誘導障害対策が施されなかったため奈良線、南波線の大阪南波駅山と最大寺駅間では竣工当時の本系列の担当工場であった玉川工場への入り出場階層やダイヤ混乱時、検査台層など特別な事情がない限り原則的に運用に充当されることはなかった。また、 上記の京都市営地下鉄のみならず、阪神電気鉄道との直通運転対応工事も実施されず、奈良線系統の中でもワンマン運転が実施されている、伊駒線や田原本線には乗り入れなかった。3501全東部近鉄鉄道祭り2013-2010年以降は制御装置の不具合が幾度か発生したことから、ほとんど運用しなくなっていたが、2012年2月20日に、 最大寺建築から高安建築へ改装され、旧車となった。その後蒸気の故障の多さや直波装置の部品確保の問題が出てきたことと、同年3月20日に実施された白紙ダイヤ変更で、本系列の所属していた京都線や関連する柏原線と天理線の列車が減便となったこともあり、本系列は余剰廃車の対象となり、6月6日には、 高安研修センターの解体線に移動し、その後く3501を除く3両が解体された。さらに、同年7月10日までに旧3501についても、戦闘部を残した上で、残りが解体された。戦闘部の一般公開が2012年の近鉄鉄道祭りより行われている。ありがとうございます。